はい、私は今ね新宿に来ております。で、なんで、新宿に来ているかと言いますと、タイ旅行にね昨年の年末に行ってきたんですけど、そこでですねプラクルアンっていう、まあ、タイのお守りの魅力に、惹かれまして、1ヶ月前ぐらいにですね日本でそのプラクルアンの専門店に行って、実際にそのプラクルアンを買ったんですけど、でそれプラクルアン買ってでやったついにあのそうちゃんとしたいいプラクルアン買ったよなんて思ったら、まあ、本当にねご利益があったというか、あのものすごく大きいね仕事がすぐに決まって、でも早速ねその効果があったということで、まあ今回でさらにもうちょっと高めのプラクルアンをちょっと、買うじゃないですね借りてみようと、プラクルアンはね買うんじゃなくて借りるっていうらしいんで、実際にまた借りてみたいと思います。はい、で到着しました。ここが、日本で唯一かなプラクルアンの専門店になっております、サバディショップですね。こういう感じでプラクルアンでこういう身につけるお守りです。でここを、まあ、ものすごいいろんな数取り揃えている、お店になってますね。では早速入ってみたいと思います。こちらの写真にあるのがですね前回私が購入したプラグランになります。今回はルアンポークン氏のプラグランを手に入れたいと思います。タイでは知らない人いないと言われている高層のルアンポークン氏。これルアンポークン、この2ケース、なんかネットで見てたんですけど、あの金で塗ってるやつ1個売れてましたね。あのこれともう一個 2D ですね。もう一個の方。そう。サブルートがついてる方です。そう、でもなんかパワー的にはどれが強いんですか。一応おすすめはこのめちゃめちゃ今在庫あるこのちっちゃいやつ。はいはいはい。これ72歳の誕生日の時に作ってる72日間祈祷したモデル。ご本人が72日間これにパワーを入れてた。そうです。ああ、じゃあ結構やばいですねこれ。なんでこんなあるんですかいっぱい。すごいですよこれ。いやこれ、ね、50個仕入れちゃったんで。あ、相当仕入れたんですね。それでなんですが、袋に入った状態仕入れてるんですよ。はいはいはい。まあ、中の状態が分かんない状態仕入れてるんですけど、まあ単純にこの金色っぽい方がまあやっぱりこういいはいい。あ、色が綺麗なやつ、うん、この基本は黒くなっちゃってるんでしょうね。まあ、銅だとそうですね、くすむすもんね、色。専門書とかに載ってる系とか。あ、載ってるのだったらまずこれ、これ。あ、これね。これも前回ちょっと悩んだやつですね。触っても大丈夫ですか？それ大丈夫です。その、これね。これあれですもんね、あの、ご本人の袈裟の一部が。そうですね、38年のモデルなんで。まあ、このモデルですね。あ、これや、本当だ。色ちょっと違うんですけど、これ何なんですか。ちょっと茶色っぽくないですか。そうですね。でも物は一緒なんです。ちょっと明るいな感じ。これただもう一種類ある。あ、これこっちもある。土の色はこっちですけど、これルアンプトワットですね。あ、違う、映画違うやつ。あ、後ろはでもこれだ。でもなんか見た目はこれっぽいっすよね。これ同じ型っぽいっすよね、うん。まあ、この後40年に近いものを出してるんですけど、はいはいはい、そっちの方出ちゃったかな。その最近出ちゃったの、このもので。僕ね前買ったのこれでしょ。あ、じゃあこっちです。だから要はモンコンチャイの前に出てるモデルなんで。これ買った、これ買って、はい、すぐ仕事のようになってはい、だこのモデルいいモデルですよ。そのモデルいいんですね、やっぱパワーあるんですね。あ、これも可愛いですね、なんかこのタバコ吸ってる石碑みたいな。あ、そうっす、その葉巻姿プラス下にその豚の絵が入ってるっていう。この、あ、ほんとだ、う
そのピームっつって、その要は十二支の、はい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 、これもなんかデザイン的にはすごい好きですね。うん、裏も同じですね。要はこのヤンガーあとは特徴あるんです。あ、これがね、乱歩くんのやつなんですね。で、この丸めのこういうヤンっていうのは三大ディアンと同じヤンですよ。この三大ディアンの後ろについてるこの丸いヤン、はい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 、同じ図柄で、これ三大ディアンですね。うん、これ121719って言うんですけど、はい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 、はい、これ2512、2517、2519、まあ一番高いのはこの2519っていうモデル、はい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 、はい、でもね、確かにこれいいんだよな。いいっすよねこれ。なんかでも本当はでかいんですよ、もっと。へえ、MI っつって本当は大型のモデルなんです、これ。本来その小型モデルは多分あんまり見かけないんですよ。へえ、これなんで。あ、でかいっすね。この本来5センチぐらいある。あ、めっちゃでかい、ね、結構でかいサイズのこのリアンっつってるの、金属の守りですけど、はいはい、ちょっとつけづらいですよ。確かにでかいからかなり。まあ、在庫は結構これもあるんで、10個ぐらいあるのかな。まあ、これっすね。これなんすか。これを要は丸めてるのか。あ、これは要は皿の状態なんで、皿の状態でも売ってるんですよね。ですよね、この強力な、まあ、その37ジャルンサップ19ドークっていう、まあ、ルアンポー君の好きな方だと、まあ、大体1個持ってるって。1個持ってるんですね。まあ、そこは一応手が届く範囲なんで。これもなんかすごいですよね、これなんか。ああ、それも後ろは具合結構いいんですよ、ね、それは。それのシルバーのやつがちなみにこれっすね。あ、それシルバーなんですね。これシルバー枠で、裏のデザインが同じかな。まあ、このモデルは結構人気が当時あったんですけど、結構綺麗なんですよ、裏が。本当だ。まあ、一応これのその要は、まあ、ここに銀がこう入ってないバージョンですけど、デザインとしては同じ、この後ろの。あ、本当だ、うん、どっちが古いんですか。ただこれね、ちょっと年代が不明なんです。89だ。89、これ89歳。あ、どっちも一緒。うん、同じだと思います。どっちも89歳。うん、マハアバーラミの89なんで同じっすね、やっぱ同じモデル。おお、でけえ。まあ、これサイズがすごいでかい。で、本来はこのこういうの剥がれちゃってるさ。あ、それ剥がしたっていいんですか。剥がしたらまずいんですけど、まあこういうふうに。あ、はまってんだ、うん、で、裏もこういう感じなんで。あ、それは金色のやつなんですね。ただここ欠けちゃってるんで、ね、あ、結構いってる。シルバー枠枠で、そのそうです。これでも古そうっすね。これだって他のとちょっと値段違うっすもんね。これこいつ、これ12年ですね。これはかなり12です。だからこの現存の中では一番古い2512年。ルンレイって要はこのソムデッドっていうモデルの一発目に作ったやつ。一発目、じゃオリジナルみたいな感じですか。ルアンポー君のソムデッドの一型です。だからかなりの希少度ですね、この2512。ただ裏面に何もないんで、ちょっとこの判定的には難しいんですよ、こういう。ランポークの DVD とかね。ああ、それは DVD。 これ DVD あったりするっすもんね。いや、それフラ付きです。フラ付きだ。あとこれ、これの開封動画ちょっと YouTube で見ました。あるんやと思って、開封してるって思いながら。ちょっと開封してる人いました。なんか多分現地の動画っすけど、あ、タイ人の、タイ人が開けてるの見て、あ、はいはい、これが入ってんだって思いながら。ちょっと入ってるものは違うんです。あ、全部違うんですか。全部違う。あ、だから分からん。あ、どれが入ってるか分かんないですよ、これ。分かんないです。300種類以上ありますから。あ、そういうこと、
じゃあその一応ある程度のレベルは保証されてるってわけですよ、ね、はい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 、ランダムでまあガチャみたいな感じですよね。そう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 、なるほどね。で前にあったのは2個あったのは50個入りってやつです。はい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 、それをそのやっぱりプラの、あのブログを書いてる人がワンセット持ってって開封式やってます。うん、あのブログで書いてますよ、日本人の人。あ、マジですか、それちょっと見てみます。それちょっとこの辺とかね、これもなかなかすごいですね。これも手書きのなんか自分が書いてある。それはまあ原稿モデルなんで、はいはいはい、そのお寺行けばもちろんあるんですけど、かなりの田舎なんですよ。そこ行くの大変ですね。このお店で一番パワーやばいのどれですか。あ、ちょっと見たいですね。フワイモンコンシリーズっていうのと、この辺やばいんですね。まあ、やばいっていうか、いいお守り、ね、いいお守りなんですね。これ、2ワットですか。そうですね、ルアンプ2ワットのワットフワイモンコンっていう文型で作られたモデル。まあ、後ろにこういう風に王族の紋章がはまってるんですけど、かっこいいですね。まあ、ここの下の石が結構ポイントで、へー、まあ、こういう風にこの石がこう2個入ってるよ、はい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 、っていうのは超レアです。へえ、うん、現地でもほぼないっす。ないんや、うん、まあうち2個ありますけど、こういう風な感じ。あ、本当だ、石2個ついてるしね、うんうん、その辺とかはこれもついてるんですか。うん、こういうふうに、ああ、いっぱい細かいのついてる、ね、まあ、石基本は1個ついててもかなりレア、うーん、2個ついてたら超レアです。通常はついてないです。うーん、このシリーズほとんどのやつ、ただついてないモデルで多分8万4千個とか作ってたと思うんですけど、こっからがまあこのモデルの2544年、まあ、こっちはね別、こっちの右側からが全部そのこのちっちゃいつぶつぶがさっきのやつ、はい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 、ですけど、こういうふうにこの石が1個入ってる、はい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 、なんか通常っていうか超レアなんです。でこれは小サイズですね。これで面白かっこいいのでもやっぱ、これ何個だ、これ8万4000個です。やっぱ、ついてないもんで、ここに下にこれ何個作ったか書いてあるんですけど、これ8万4000で、これもちなみに8万4000個、だいたい8万4000。ただこれいきなりこれでこれで300個って、はいはいはい、よくわかんないですけど、急に数少なくなるんですね。まあこの辺でだいたい1500ですね。だいたいだからこの1個ついてるモデルでだいたい1500個とか。これ1000個。はい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 。まあでもね、ピンときた方のがいい、もちろん。自分のとやっぱお坊さんが祈祷してるものなんで、はい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 、やっぱり相性の部分がかなり大きいんですよ。これはこのリアン・クルーバーシー・ウィチャイが描かれてるけど、ルアン・ポー君とか、まあ、名だたる僧侶が、ね、結構有名なお坊さん、あとは、まあ、クマントーンの、まあ、ここのもともとこのお寺で要は使われてるクマントーンってあるんですよ、はいはい、クマントーン、これワット・サムガームってお寺なんですけど、はい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 、まあ、ここも今の現役じゃなくて2代こう有名なお坊さんが出てる、その元祖の方のお坊さんもいるっていう、まあ、ルアンポーテーっていうお坊さんも祈祷してるんで、これかなりかなりですね、かなり強いですね、まあ、お坊さんの合同祈祷のものとしてはかなりいいモデル、かなりいいモデルなんですが、その知られてないだけに値段がまだまだそこまで来てないっていう、うん、まあ今買うなら結構もう知られちゃったら多分だからもうこれはね、もう本人って一発でわかるっすよね、うん、結構全部売れちゃってます。
นายซัดฆ่าบุ้งสบายจริงจะตายแบบนี้ไหมด้านกรมราชทัณฑ์ชี้แจงทำลายช่วงที่บุ้งเสียชีวิตสับสนพอ.โรงพยาบาลราชทัณฑ์ลั่นไม่มีหมอเทวดาที่ไหนแม่ลาตีจะปวดมือของนายโยกับโบยโคชัพまあ、もともとボイコシャポンはそのはい、1時間ぐらい、悩んで1個プラクランを買わせていただきました。サワディショップのサワディ原田さん、ありがとうございました。でですね、早速、何を買ったか発表したいと思うんですけど、まずねこれ買いました。ルアンポークーンの、まあ、お経も入ってるんだけど、なんかそういうちょっとこうアンビエント的なものが入ってる CD で、これちょっと中身すげえ気になったんで、まずこれを買ったと。ずっと気になってた。これ気になってたんですよ。はい、これ気になってた。で、友人にちょっと1枚、この月曜生まれの友人がいたので、これあのお土産で買って、でですね、気になるプラクルアンですよ、うん、じゃじゃーん、ついにこれを買いました。ボケてる、はい、ボケてる。これ割となんか、まあ本当にこのルアンポークンっていう僧侶のプラクルアンの中では結構代表的な、うん、まあコレクターだったら、まあ1個は持ってるモデルだって言ってましたね。で、うん、まあ、やっぱこの派手な感じとか、うん、なかなかこう普通の人つけれないような、まあ、デザイン性に惹かれて買ったんですけど、うん、なんといってもこの裏面すごいよ、ね、見えますか裏面、うん、ピント合う、うん、立ってる今。これルアンポー君本人の姿がこう刻まれてるんですけど、その周りにあの金、うん、がこう貼ってあるんですよ ね、 ね、うん、でさらにですね、これ蘭方君のもうお亡くなりになられてるんですけど、蘭方君の地毛がついてるんですよ。でよく見るとこれ黒い毛と白髪が混じってるんですけど、これが一応本人の毛だと、うん、だ、まあ、ある意味呪物っすよね、うん、もう完全に、うん、でこれを、まあ、そこそこいい値段がしたんですけど、うん、まあ、今回ちょっと買わせていただきました、うん、はい、ということでね、今回あのなかなか、いい買い物ができたので、これプラクラン気になった方はぜひね、あの西新宿にあるサワディショップに行って、ゲットしてみてください。あの僕は多分なんか来月ぐらいになんかセールあるみたいなこと言ってたんで、ちょっとまたセールのタイミングで行ってちょっとプラクラン買ってみようと思います。今日は、プラクランを買う動画でした。では、うん。